はい、ではあの、お手元の資料1の1および1の2に基づきまして、あの、福島第一事故対策室長の近所からご説明をさせていただきます。まずあの、この、政令の中身ですけれども、資料1の1に基づきまして説明させていただきます。でこの、福島第一ですけれども、一発の経緯の2つ目にございますように、福島第一につきましては特定原子力施設として11月7日に指定をいたしまして、その後措置を講ずべき事項を示して実施計画の審査を行っているところでございます。で、経緯の一番下にございますように、この実施計画の内容ですね、につきましては、あのこの実施計画による措置が確保される場合に限りまして、特例を定める政令を制定するといったものが法の第64条の4の規定にございます。でこの規定に従いまして、政令の、案を、用意してきた次第でございます。でこの政令の内容ですけれども、二発にございますように2つ、ございます。まず1つ目ですけれども、その、原子炉等規制法の規定の適用について整理をするといったものでございまして、この内容につきましては、おめくりいただきまして、後ろに、この紙の裏側にですね、その適用関係、1から4号、5、6号につきまして、この赤い四角で囲ってあるところを、政令で適用を除外するといった内容になってございます。で、2つ目の内容ですけれども、これは実用と同様にですね、同様の措置なんですけれども、実施計画につきましては、その遵守条件につきまして、検査を行うことがまた、法の64条の3第7項で規定されています。で、その検査の一部を、独立行政法人の原子力安全基盤機構に委託するといった内容になってございます。で、今日ご審議いただく内容ですけれども、この今後の予定になりますように、この政令案につきましては、この後、閣議にかけて、閣議決定といったことが3月5日、準備を進めているところでございます。でその案としまして、1枚おめくりいただきますと、まず環境大臣からの閣議を求める、案文と、それをまた1枚おめくりいただきますと、そのかける政令案、といったものがございます。でこれを、この1の1の資料を全体を裏返していただきますと、その理由といったものが一番最後のページに、ございまして、若干説明重複 しますけれども、実施計画の認可があった場合における、この適用条件についての特例を定める、政令ということで、閣議にかけさせていただきます。で委員長からご紹介ありましたように、この、内容につきまして、パブリックコメントを1月、かけたところでございます。その内容につきまして資料1の2に基づきましてご説明をさせていただきます。で、このパブリックコメント、30日設けましたけれども、主に電子メール等で、意見を、18通いただいたところであります。そのいただいた意見につきましては1の2の資料をおめくりいただきまして、ずっと内容については原文を載せてそれに対する対応を書いているところでございますけれども、これをずっとおめくりいただきまして15ページ目に該当するところにですね、その概要をまとめて、本チェで、概要をまとめてございます。横紙のポンチ15ページ目に当たるところですね、14ページの後ろのところでございます。でこのパブリックコメントですけれども、1月9日から2月7日までの30日間、やっておりました。でいただいた意見は18件、これは分析をいたしますと、18件の中に、23ぐらいの意見がございまして、種類としては、14ぐらいの意見に、分かれておりました。でその中で、最も多かった意見としてここで取り上げてますけれども、4件5件いただいております。で4件いただいているのは、こういった規制ですね、適用除外といったもので不十分になるのではないかといったご意見でしたけれども、これは法の中でもございますけれども、適用除外する部分につきましては実施計画に基づいてしっかりとした規制、認可や検査も行うといったことでございます。で一方で、ジェネス原子力安全基盤機構へ、検査の業務を委任することにつきましても、ご意見5件ございましたけれども、これは通常の実用と同様にその検査の一部を委任するものでございまして、ジェネスにつきましてはその、設置の目的からそういった検査を行うことにとした組織でございますので、特段この意見によって政令のですね、修正が必要だといったことはございませんでした。でそういった状況でしたので、政令案につきましてはパブリックコメントを踏まえましても原案通りのものとしてございます。で最後にその後ろにつけてございますポンチ A ですけれども、
先週、先々週といろいろとあの関連するものをつけておりまして、あの特に今あの、法の枠組みを、整備するといったことで、この政令も、整備しております。で、簡単にこの、その、法の枠組みとですね、実施計画 の、 の関係について、まとめたものが、一番最後につけてます A3 のポンチ2つになります。でまずあの、事故が発生しまして、原子炉と規制法上は64条の応急の措置といった中で、ずっと対処してきたんですけれども、新しいあの原子炉等規制法になりまして、特定原子力施設といったあの制度ができました。でそれがあの上の、赤い枠で囲ってあるところですけれども、この中身としましてはあの下にございますように、措置を講ずべき事項を、規制委員会から示して、その、措置を講ずべき事項に従った実施計画を、事業者が策定し、まあ、それを、我々の方で、まあ、認可といった行為をするわけですけれども、今あの実施計画についてはあの、検討会で、審議を、進めているところでございます。でその実施計画が認可された際の法の適用関係を整理したものがあの今日お諮りしている政令でございまして、その関係につきましてあの一番右側に、あの若干の、整理をしております。でこの赤枠、赤で塗った部分があの、まあ、今回の政令で適用除外するといった部分でございますけれども、一方でこの、ブルーで、色を塗っている、34条記録とかいった部分はおめくりいただきますと、これまでですね、実用炉規則等で措置してきた部分でございますけれども、それ、実用炉規則がそのまま使える部分と使えない部分がございます。で、この3つの部分につきまして、実用炉規則をそのまま使える部分と、新しく 1F 規則を立てなきゃいけない部分と一定整理して、委員会規則を、説明させていただいたのが先々週の案でございます。で一方でこの規則を立てますと、この規則の中で告示を立てないといけない部分がございまして、それにつきまして先週 1F 告示という形で、お示しした次第であります。で規則と告示につきましてはあのこちらにありますように今パブリックコメント中でありまして、またその意見を踏まえてですね、最終案につきましてはこの委員会にお分かりを申し上げたいというふうに考えています。 1F 規則の説明は以上でございます。はい、ありがとうございました。それではご意見とございましたらお願いします。はい、副大臣お願いします。ただいまの説明にもありましたけれども、この特定原子力施設に対する規制が、まあ、うまく機能するかどうか回るかどうかというのはまさにその参考のこの A3 の紙の1枚目にあった通常の原子力施設に対して行う規制である非常に根幹をなす設置変更許可であるとか工事計画の認可、潮前検査、定件で保安規定の認可等々に代わって、実施計画がその役割を果たす。ですから、まあ、これはあの適用除外に関しては、パブコムを受けて、これを進めていただくことになるわけですけれども、ポイントは要するに実施計画がこれらの適用除外する法の立て付けに以上のですね、規制ができるかどうかカバーしているかどうかですので、これはあのこの件は実施計画がきちんと作られているかどうか、そして私たちの実施計画の認可が適正なものであるかどうかということと相まって、まあ、判断されるべきことだろうと思っています。ですから、まあ、この適用除外ということも、まあ、どこを適用除外するかということよりもこの適用除外した法令に相当する部分、さらにこの施設の特別の事情に鑑みた規制が実施計画を通じてきちんとできるかどうか、そういう意味であの非常に実施計画の内容が重要になってくると思いますので、これについてはあの十分な情報の提供と説明を尽くしていただきたいと思います。何か事務局の方からございます。了解いたしました。あの今まさしくあの実施計画の検討会であのしっかりと審議しているところですので、あのそういったものにつきましてあの審議を充実させるとともに、その内容につきましてはあの説明をしっかりと尽くしていきたいというふうに考えております。他の委員からの意見ございませんか。私の方から一言申し上げますと、この福島第一のその事故後の後始末をいかに安全に速やかにというかあの進めるかということが結果的にはトータルとしての安全をあの確保するということになってまして、あの以前に申し上げましたけども、あの受け身の規制ではなくて
少し踏み込んだ、一歩踏み込んだ規制をしていくと、安全のついての安全確保についてのまあ、取り組みをしようということであります。それで、まあ、今福田さんを中心として実施計画等の検討を個別に行っていますが、多分いろいろ今の状況を見ててもまだ十分には安定した状態で進んでいるわけではなくて、いろいろ試行錯誤も踏まえていろんなことをやっていくことになると思いますので、そういう意味で柔軟にかつその辺を踏まえた対応をしていくってこと、それができるするためのこの政令の改正であるというふうに私は理解しています。でそういうことで今後とも福田委員にはご指導いただくようにお願いしたいと思います。承知しました。先日も多核種除去装置についてそのホット試験の開始について方針を示したところではありますけれども、委員長のお話にありましたように、まだまだ不安定な部分、それからさらに言えば、多核種除去装置の処理済みの水の装置で、どのようにするか、といった点についてまだまだその全体の方針すらなかなか立てるのが難しいような難しい案件もいくつも残っておりますので、そういった意味ではこの特定原子力施設に対する規制というのは、ずっと非常に難しい局面が続くんだろうと思っていますけれども、何よりも、措置をしないで放置しておけばリスクが高い状態で残るわけですので、やはり少しでも施設が有するリスクを一日でも早く下げるように努力をしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。他の委員からのご意見がなければ、今日提案していただいていますのはこの閣議にお諮りするという、これについて委員会としての合意を得なければいけないわけですが、よろしいでしょうか。1の1の資料の3ページ以降に書いてありますいわゆる政令案でありますが、よろしいですか。はい、ありがとうございます。じゃあどうもありがとうございました。次の議題は核セキュリティに関する検討会の開催についてです。これは12月19日の委員会で議論しました核セキュリティの検討会について構成員のが固まりましたので、開催したいと思います。そのアナウンスを含めて、説明は杉本核物質防護室長からお願いします。原子力防災課核物質防護室長の杉本でございます。今委員長からご紹介がございましたように核セキュリティに関する検討会につきましては昨年12月19日の委員会で設置が決定されたところでございます。日程調整等の関係で遅くなってしまいましたけれども、第1回検討会の日程が定まりましたので、構成員と合わせてご報告をいたします。第1回の核セキュリティに関する検討会でございますが、恐縮でございますが、資料に1箇所訂正がございます。日時のところに平成25年3月4日月曜日15時から17時というふうに記載してございますが、時刻が誤っておりまして、正しくは14時から16時、午後2時から午後4時までの2時間ということでございます。恐縮ですがご訂正をいただければと思います。この日時におきまして第1回の核セキュリティに関する検討会を原子力規制会規制委員会の庁舎会議室において開催をいたします。議題につきましてはここに書いてございますように核セキュリティに関する検討会の設置について、核セキュリティの現状、原子力委員会等におけるこれまでの検討の経緯について、核セキュリティ対策の強化に向けた関係各省の取り組みについて当面の検討課題案などとなっております。なおこの検討会は公開で開催をいたします。次にこの検討会の構成員にご就任いただく有識者の先生方でございますが、1枚おめくりをいただきまして別紙と書いてございます。外部有識者といたしまして一橋大学国際公共政策研究部教授の秋山信正先生、
公共政策調査会第一研究室長の板橋功先生、防衛省防衛研究所主任研究官の市政介幸先生、日本海洋科学顧問の今井秀政先生、全日本空輸顧問の岩橋修先生、海上技術安全研究所海洋リスク系長の小田野直輝先生、学習院大学法学部教授の桜井恵子先生、核物質管理センター理事長の内藤薫先生、放射線医学総合研究所放射線防護研究センターグループリーダーの米原秀則先生、以上の9名の先生方にお願いをしております。以上でございます。はい、ありがとうございます。担当していただきますおしまいの方から何かコメントございましたらお願いします。ただいまご説明があった通りですが、検討会の有識者の方々にご賛同を得まして、この度こういう形で検討を開始するということになりました。核セキュリティの問題は非常に多面的な問題にわたりますので、いろいろな分野をについて専門的な見地を知見を持っておられる方々にご参加いただくことができたと、大変良かったと思います。これから3月の第1回の検討会を皮切りに何回か検討を重ねていくことになると思いますけれども、従来からもこの問題は原子力委員会で随分検討されまして、報告書なんかもありますので、そういうものをしっかり踏まえた上でですね、さらに新しい見地があればそれも加えて、ポイントはやはり課題を絞って、それから解決前進をしていくべき問題をきちっと整理して、でとにかく前に進めていくと、日本の対応遅れている部分もありますので、そういうことでできるだけ前進をさせていくということを目標に取り組んでいきたいと思います。公開で議論されます。核セキュリティの問題はなかなか全部公開のところで議論しにくい問題も一部ありうるわけですけれども、こういった問題については透明性ということも大事ですので、その辺も十分踏まえながら議論を進めていきたいと、こういうふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございます。他にご意見ございませんか。核セキュリティというとなかなか非常に幅広い概念を含んでまして、中身を含んでまして、一つは代表的なのはオバマ大統領がこの核セキュリティサミットっていうのを提唱して、で来年オランダで開かれるのは第3回目になりますかね。それから先日も NRC 主催で初めて核セキュリティの専門家会合が開かれております。それでもう一つセキュリティっていう意味では、ここにも設計段階っていうことを丸さんのとこ書いてありますけれども、セーフティー対応との関係っていうのがありまして、例えば今回も新基準で第二制御室っていうか、そういうことも一つは関係してくるんだと思いますが、そういったことも含めまして、ぜひそういう多面的な面から広くご議論いただいて、できれば私の個人的希望としては来年の3月か来年のオランダのサミットまでには少し何らかの形が得られるように努力していただければと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。他によろしいですか。はい、それではこの議題はこれで終わりにします。それでは次の議題ですが、次の議題は敷地内破砕帯の評価に関するピアレビュー会合についてです。これは島崎委員を中心に進めている有識者会合で評価書をまとめるにあたって、まずピアレビューを行おうとするものであります。でこれ小林安全規制管理官から説明をお願いします。はい、管理官の小林でございます。よろしくお願いします。
敷地内破砕帯の評価手腕に関する PRL 会合ということで、今委員長の方から言及ありましたように、従前から破砕帯 の有識者会合の中でこの PR レビュー会合を開催するということについて言及しておりましたけど、今般その実施方法について報告させていただきます。でこの枠学校の指針の中に書いてございますように、敷地内破砕帯の評価に関する有識者会合において、検討中でございます評価書案について、これを PR 会合で、チェックするということでございます。で枠学校の下の欄でございますが、2つ目のポーズでございます。現在、日本原子力発電、敦賀発電所、それから、東北電力の東通原子力発電所、これについては、評価会合におきまして、評価書案を提示して、審議しているところでございます。で3つ目のポーズでございますけど、この評価書案につきまして、より多くの専門家に、科学的技術的見地から確認していただくとともに、先行事例としまして、他の発電所の評価においても参考としていただくために、関係4学会から推薦を受けた有識者16名のうち、当該有識者会合に参加していないメンバーによる PRL 会合を行うということでございます。その次のページに参考1としまして、今申し上げました、関係4学会から推薦を受けた有識者16名、の名簿がございます。でこのうち例えば、敦賀の有識者会合における PR レビューでございましたら、そのメンバーを除く12名の方に、PR レビュー会合のメンバーになっていただいて、いただくというような考えでございます。1枚目に戻ります。この会合につきましては、全員出席の会合ではございませんで、ご都合のつかない先生にはコメントを事前にいただいて、会合時に事務方の方から説明、その内容について説明させていただきたいと考えてございます。それから4つ目のポーズでございます。PR レビュー会合の座長でございますけど、これにつきましては、中立性の観点から、今後レビューを受ける有識者各メンバー以外で、かつですね、推薦のあった関係4学会のうち最も規模が大きくて、かつ歴史も古い団体でございます地質学会の会長にお願いする予定でございます。その会合でその座長に有識者の議論を整理していただくということで、いわゆる議事進行役をしていただく予定でございます。で、PRB の結果につきましては、必要に応じて評価者に反映させていただきます。で、一番末尾のところに参考がございます。これは敦賀発電所につきましての会合の予定でございまして、第3回の評価会合につきましては、3月8日金曜日の14時から開催予定でございます。ここでは事業者からの意見を聴取する予定でございます。それに引き継ぎまして、この PRB 会合を同じ日の8日金曜日の16時から開催して、有識者メンバーの方が他の有識者メンバーのレビューを受けるという形で、この会合を開催させていただく予定でございます。私から以上でございます。はい、ありがとうございました。島田議員、これについて何かコメントございました。はい、今ご説明の通りでございます。有識者の皆様には、このような会合を持つことは、当初予定しておりませんでして、ある意味余計なご負担になるんですけれども、しかも3月という大変お忙しい時期でございまして、何人かの先生は本当に忙しいので勘弁してくれと言われましたけれども、まあ、幸い多数の方が書面あるいは当日に来て、レビューしていただけることになりましたので、3月8日の日に行いたいと思っております。以上です。はい、ありがとうございます。まさにこの忙しい時期にいろんな先生にご協力いただくわけですけれども、ことの結果が極めて重大な影響を持ちますので、やっぱり判断のプロセスとかその結果についてできるだけ客観的な客観性を確保していただくという観点からお願いしましたので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、わかりました。慎重に議論をしたいと思います。それじゃあこの議題はこれで、他の委員はよろしいですか。すみません。はい、次の議題は運転期間延長を認可制度に関する検討について、いわゆる40年問題についてですが、これは前回の委員会で私が申し上げて事務局に整理していただきましたので、まず市村安全規制管理官から説明をお願いいたします。安全規制管理官の市村でございます。それでは資料4に基づきまして、ご説明申し上げたいと思います。今委員長からお話がありましたように、先週の委員会でご議論
ご指示がございまして、まあ、規制庁としてこういう考え方ではいかがかということで、その考え方をまとめてきたものでございます。まず一ポツのところに制度の概要というのを改めて書いてございますけれども、これはもうご案内の通りで、括弧1に運転期間延長認可制度、この条文自体はこの後、この資料の3ページ以降に書かせていただいておりますけれども、これは運転期間を基本的には40年とした上で、その満了までに認可を受けた場合には1回に限り延長することができると。で、その延長の期限ですけれども、これ上限は20年を超えない期間を政令で定めると。こういう仕組みになってございます。そしてその認可の基準でございますけれども、これも条文に書いてございますけれども、劣化の状況を踏まえ、延長期間において安全性を確保するための基準というものを規則として定めるということが書かれてございます。そしてもう一つ関連する制度として、括弧2に高経年化対策制度、これはすでに今も運営をされている事項でございますけれども、これは30年を経過する原子炉、これは30年とか40年とか、これは10年ごとにですね、機器構造物の劣化を評価をして保守管理方針を立てていただくということを義務付けているものでございます。そしてこれを保安規定の認可という制度にかからしめているというものでございます。で、これまでに30年を経過したプラントとしてすでに17件、そして40年を超えたプラントとして3件についての対応がなされてございます。これはすでに今も運営をしている制度ということでございます。で、これらを今後とどういうふうに運営をしていくかということでございますけれども、その考え方が2ポツのところに書いてございます。まず運転期間延長認可制度でございますけれども、まず最初に決めなければいけないのは、この運転期間というものをどのように捉えるかということでございますけれども、これは政令で定める年限としては法律記載の上限である20年というふうに定めた上で、もちろん個別のプラントごとにですね、事情は異なりますので、それは具体的延長期間については個別プラントごとに審査の上、判断をするということではどうかという考え方でございます。で、その制度の中身そのものでございますけれども、3本の柱に整理をしてございます。まず1つ目でございますけれども、まず期間延長の可否を判断するにあたって、最も最初にやるべきで重要なことは、その時点のですね、プラントの状況をしっかり把握をするということだと考えてございます。で、特にその取り替え困難な重要機器、例えば圧力容器そのものでありますとか、コンクリート構造物というようなものを、これは従来必ずしもその全てにわたって詳細に把握をしていないところもございますので、こういうものも含めてですね、しっかり把握をするということが必要だと思ってございます。例えばその圧力容器でございますと、これまでもその溶接部については詳細な調査をしてございますけれども、それ以外のですね、いわゆる母材というようなところにはについてはチェックをしていないという部分もございますので、そういうところも含めてしっかりまずその現状を把握をするというのがベースになるのではないかというふうに考えてございます。で、その上で次のページに行きまして、2番目の柱でございますけれども、その現状の詳細な状況の把握をしたもの、それをベースにですね、劣化評価をしていただいて、それをその延長期間も含めてもですね、その劣化をしていっても技術基準にしっかり適合するんだということを確認をする必要があるだろうというふうに考えてございます。そして3つ目の柱でございますけれども、これは先般もご議論ありましたように、バックフィット制度との整合性というものをしっかり確保する必要があろうと考えてございます。特にバックフィットのベースとなるその基準自身はですね、今後も更新をされていくわけでございますので、この運転期間延長認可制度の申請をするプラントについてもですね、そのしっかりそもそもバックフィットのその最新の基準に適合しているということを求めておくことが必要であろうと。そしてその技術基準を満たしているという状況がですね、延長期間における劣化を考慮してもなおその技術基準を満たすということをしっかり確認をすることが必要であろうというふうに考えてございます。このように運転期間延長の方についてはこういう3本の柱で考え方を整理をしているところでございます。で、その上で括弧2、高経年化制度との関係でございますけれども、
冒頭に申し上げましたように、この運転期間延長制度というのは、40年時点で1回に限り認可をするという、その特殊な、やや特殊な制度でございますので、その後、認可を、仮にその認可をしたプラントがあって、その後にですね、適切な保守管理がなされないとかいうようなことがあったとしても、この運転期間延長制度の方では、そのフォローアップというか、そういう状態をバババババすることができない形になってございます。で、当然その、延長期間中に適切な安全性を確保するためには、劣化の状態をしっかり監視をして、点検をして、補修をしてというメンテナンスもしていただく必要がありますので、こういうものをしっかりするということを担保する必要があると思っておりますので、したがってこの延長期間に入るプラント、この3つ目の丸でございますけれども、こういうプラントについては、しっかり長期保守管理方針を定めていただいて、その確実な実施を保安規定で担保させるということが有効だと考えてございます。これはまさにこの今の高経年化対策制度をでやっていることでございますので、この制度をうまく活用してですね、運転期間延長の1回限りの認可と、それからその後のフォローアップというのをうまく組み合わせて運用をしていったらどうかということでございます。でもちろんその具体的な運用にあたってはですね、両申請で重複した作業であるとかいうことにならないように、詳細なその申請の仕方であるとかいう規定については定めていきたいというふうに考えてございます。で最後に散歩通に今後の進め方でございますけれども、こういうような考え方に沿いまして、政令案、規則案というものを用意をさせていただいて、規制庁の方で作業をさせていただいて、4月をめどにパブコメにかけて、7月の施行に向けて準備をするということでいかがかということでございます。また先ほど申し上げましたように、いくつか内規についても整備をする必要があると思っておりますので、これについても合わせて整備を進めていきたいというふうに考えてございます。私からは以上でございます。はい、ありがとうございます。だいぶすっきりと整理していただいたんですが、まずその考え方、大きな考え方の上でのこういう考え方で進めていいかということと、それからもし個別に 特定事象がありましたら、それについても含めてご意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。はい、副隊員お願いします。日没の基本的な考え方案の制度設計にかかる基本的考え方で3つ挙げられていて、この 1,2 というのは当然のことながら、この延長認可制度にあたっては、高経年化の影響をきちんと見ていく、従来、見ていなかった部分も含めてきちんと見ていく、これは当然の方針であろうと思いますし、特にこのコンクリート構造物等々については、従来を超えてサンプル等々に対する強度試験も含めてきちんと見ていくことになるのだろうと思いますが、もう一つはポイントは2ページ目の丸3にある、これも一見当然のことに見えますけれども、バックフィット制度との整合ということ でこれも40年時点で1回限りの延長を見る際に、その運転期間中も含めて、延長期間中も含めて、その認可をする時点での最新の基準に沿ったものであることを確認して、それに整合しなければもうこの延長認可しないということですので、そこでもう、ゲームセットになるという意味では、そのバックフィットの運用の中でも一番厳しいところに当たるんだろうと思います。その後対応がなされても、もうそれで延長は許可されていないわけですから、いわゆるバックフィットの厳格適用ということになるのだろうと思いますけれども、ここがこの方針のポイントであって、そもそもこの40年、制限というのは、バックフィットとは別立てに法律の上では示されているようですけれども、その精神に鑑みれば、当然のことながらそのバックフィットと整合性を持った判断という書き方がされていますけれども、バックフィットをきちんとかけて最新の基準に適用していることを見るというところが、この今の方針のポイントだと考えていますし、またこれは極めてふさわしい方針だと私は考えております。はい、ありがとうございます。他にご意見ございませんでしょうか。
今回あの新安全基準で格納容器の健全性とか、それからケーブルの不燃化とか、そういった要求が出てまして、やっぱりそういったそのそれも新旧問わずバックフィットをこうかけるということになってますので、やはりバックフィットプラスこれまでの高経年化で、その今までの高経年化と違うのは、そのバックフィットからの、まあ、なんていうんですかね、反映っていうのもあるかと思いまして、まあ、ここに書いてある通りだと思うんで、ぜひそれを合わせた形でこの判断をしていただくということが大事だと思います。それから、まあ、立て付けから言うと、その1回延長するとそれを取り消すことができないみたいな形ですけれども、それについては明確にどういった条件に満たさない場合には取り消しになるとか、延長をそこで打ち切りになりますよというようなこともできれば明確にしていっていただきたい。まあ、それが多分この長期保守管理のところに入ってくるんだと思いますが、とりあえずこういう考え方で少し詳細に事務局レベルで進めていただきまして、でこれも合わせて今度の正式なパブリックコメントが4月の半ばぐらいから始まると思いますので、それに間に合うように少し提案を作っていただきまして、またここでちょっとご議論ご提示いただきたいというふうにお願いします。はい、承知いたしました。その作業を進めさせていただいて、またご議論いただくということにさせていただきたいと思います。はい、決断はそれでよろしいですか。はい、それじゃあこれはそういうことで今後進めていきたいと思います。で次の議題ですが、これも今の問題と同じで、前回私が委員会で申し上げましたが、高速増殖原型炉文字にかかる新安全基準の策定についてです。文字は発電炉の一つとして位置づけられていますので、そういう意味で軽水炉の新安全基準と同様にスケジュールで一応法律を決めなきゃいけない、基準を決めなきゃいけないということでお願いしたものであります。ではこれについて引き続き市村安全規制管理官からご説明をお願いします。はい、では引き続き安全規制管理官の市村でございます。ご説明申し上げます。資料5でございます。これも今委員長からお話ございましたように、先週のご議論ご指示を踏まえて考え方を整理をしてきたものでございます。まず検討の方針でございますけれども、今お話ありましたね、文殊自身も発電用の原子炉でございますので、まさに今軽水型原子炉、いわゆる軽水炉について議論をされている新安全基準、これをベースにするということが基本的な考え方であろうと考えてございます。で加えて文殊についてはですね、従来から高速増殖炉の安全性の評価の考え方といういわゆる指針レベルのものがございましたので、この要求事項をその軽水炉のものに加えてですね、規則としたらどうかということが基本的な考え方でございます。ただ高速増殖炉固有の安全性に関する事項というのはですね、この指針を盛り込むんですけれども、この時点ではそのおおよその方向を方針を盛り込むということにさせていただいて、でその詳細な議論というのはその別途実施をするということとするという考え方でございます。で参考に次のページにですね、非常に細かな字で見にくい資料でございますけれども、資料をつけてございまして、これが今考えている高速増殖炉文殊の新安全基準のイメージでございまして、この表の見方ですけれども、まず左側に書いてございますのが、現在検討されている、いわゆる軽水炉に関する新安全基準でございます。で、これをベースにして、
でかつその先ほど申し上げた高速増殖炉については指針レベルのものがございますので、これ真ん中に一着書いてありますけれども、いくつか文殊固有のお話がございます。でこれを加えてですね、足し算をして右側のコラムにあるような文殊用の新安全基準を作るというこういうお考え方でございます。でもちろんその普通の軽水路と違って施設上のその文言が違ったりすることもございますので、そういう調整はしますけれども、特にその黄色のハッチがかかっているところはですね、文殊の固有のその要件が入ってくるというところでございます。それから線が引いて消してあるところはですね、別の条項で担保されるとか、あるいはその文殊には該当施設がないということで消すというものもあろうかというふうに思ってますけれども、基本的なその考え方というかイメージでございますけれども、このようなその現行のその検討の軽水路のものと文殊の指針を足してこういうものを作ったらどうかと、こういう考え方を示したものでございます。1ページ目に戻っていただきますと、こういうような考え方で規制庁の方で整理をさせていただいて、これもその4月をめどにパブコメに付すということではいかがかということでございます。それから先ほども申し上げましたように、その固有の安全性に別途詳細な議論が必要な部分については中長期的に検討を進めるということにさせていただいたらどうかということでございます。私からは以上でございます。はい、ありがとうございます。まずご意見等ございましたらお願いします。はい、副隊員お願いします。この1の検討方針の案ですけど、ここには実にさらっと書かれているので、なんだか当たり前のように聞こえてしまうんですけれども、現在ご承知のように新安全基準では軽水型原子力発電所軽水炉に対して、地震津波をはじめとした自然災害や自然現象による大きい因とする事故であるとか、火災防護、それからいろいろな対策を設けてもなお炉心溶融なり重大な炉心損傷に至ってしまった場合の緩和対策であるとか、それでもなおどうしてもその放射性物質の環境への放出が避けられなくなった時の緩和対策であるとか、従来求めていなかったものを規制の要求として挙げています。でこれと同様のことが当然、高速増殖炉に対しても、求められる。でなかなかその例えば炉心溶融に至った場合の緩和であるとか、あるいは環境への放出が避けられない場合の緩和対策であるとかといったものは、高速炉特有の例えば冷却材が違うということによる理由でもって、かなり難しいことだろうと思いますが、そこはきちんと、同様の状態に至った時の対策を求めていくと。それからここに2つ目の丸にも書かれていますけど、従来から軽水炉に対してはいわゆるシビアアクシデント対策に関する要求はなかったけれども、高速炉に関しては、運転実績が非常に少ないということに鑑みて、重大な事故についても見るといわゆる誤工事症と言われているものですが、運転実績が少ないことを考慮して、非常にざっくりした言い方をすると軽水炉よりも厳しく見ましょうと。でこの方針は維持しようということだろうと思います。ですから軽水炉に対して、シビアアクシデント対策に関するものがこれは法令に基づく規制の対象になった。で今まで、高速炉はそもそも高工事省でそういったものが見られていたから、それがそのままということでは決してなくて、やはり高速炉特有の設計であるとか事情を踏まえて、より慎重に見ることになるんだろうと思います。一方で、一機しか国内にない状況を踏まえると、ここでその一般性を持った網羅的な基準を設けるということは いかにも、規制の効率の観点から言うと良くないので、これは個別の審査の中で、に委ねる部分というのもあるのだろうと思います。そういった意味ではその基準の策定に柔軟性弾力性を持つという意味で、方針としてふさわしい方針だと私は思っております。以上です。
ありがとうございます。他にご意見ございませんか。まず、私の方からちょっとご意見を伺いたいんですが、指針として決めるところと、指針はまあ7月に向けて決めなきゃいけないんですが、その細部の規則ですね、どういうふうに、それについてはどういう考え方でいこうかなと思ってるんですが、まあ一品、今福田さんがおっしゃったように文字だけということと、そのあまり指針というレベルで一般化するということも、必ずしも効率が良くないんで、大きなところについて指針として決めて、そのもう少し細かいところについては規則という形で適用していくという、そういう考え方でよろしいですか。はい、ご指摘の通りでございまして、今般少なくとも定める必要があるのは、いわゆる新安全基準の基準レベルの話と、それから公団の規制で用いられる技術上の基準というのもございますので、これは軽水炉ももちろん作業中だと思いますけれども、これらについてはしっかりを定めると、さらに詳細なところを必要なものは、順次ですね、作業を進めていくというような考え方を持ってございます。はい、で私の感じとしては、今我々のリソースを考えても、まず指針のところは大きく軽水炉をベースに、軽水炉新基準をベースに決めていただいて、で規則についての詳細な議論はまた少し遅れてやるという、時期をちょっとずらしてやるということで、後で少しやるということでよろしいかと思うんですが、どうでしょうか。それなら事務局としても対応可能でしょうか。その指針レベルというか基準レベル、法律のに基づくその基準のレベルは当然しっかり作るべきだと思ってますので、今のご議論のような形であればですね、事務局として十分対応ができるというふうに考えてございます。はい、その指針についてですけれども、今回いわゆる地震動、基準地震動、それから津波というところが大きく変わっています。それで同じ原子力発電炉といっても、高速炉と軽水炉では全く炉心特性も構造も、そのまさに冷却剤がナトリウムであるし、水ではないんで、ね、そういったところも全部違ってきます。そのことによって、いわゆる俗に言う重大事故につながる事象として、いわゆる冷却剤喪失事故ですね、今回のような福島のようから、いわゆる臨界反応度事象といって、リアっていうような事象もありまして、それも高速炉では非常に大事な要因になりますので、そういったことを含めて、やっぱりそこは指針にぜひ入れていただきたいなというのと、それから先ほど誤工事証っていうのは、ある非常に特殊な条件では炉心が崩壊するとか、再臨界が起こるとか、そういったことですので、そういったことについては引き続きやはりきちっと評価していけるようにしていただきたいということであります。私の方からそんなことをお願いしたいと思うんですが、それ以外特にございませんでしょうか。もう一つ、文書については、いわゆる破砕帯活断層の調査というのがその前に残ってますので、ぜひそれをやっていただくということも大事だと思いますので、その辺はまた事業者の方が進みましたら、島崎委員の方にまたお願いすることになると思いますが、よろしくお願いします。よろしいですか。それじゃあこれで事務局の方、お忙しいでしょうけど、よろしくお願いします。次の議題に移ります。次の議題は原子力災害対策指針の改定案についてです。
これは1月30日からパブリックコメントを募集しておりましたけれども、その結果を結果とその対応も含めて金子防災課長からお願いしたいと思います。はい、防災課長の金子でございます。資料の 6-1 資料の 6-2 を用いまして、パブリックコメントの結果あるいはそれへの対応につきましてご説明を申し上げます。まず資料の 6-1 一ポツ概要と書いてあるところですが、1月30日から2月の12日まで2週間という形でパブリックコメントを募集をさせていただきました。この期間についてはできる限り早期に地方公共団体が地域防災計画の策定を進められるような環境を整備するという必要性に迫られて、短縮をしているものでございますけれども、この点についてもパブリックコメントで多くご指摘をいただいておりますので、この資料の 6-1 の26ページにその短縮をの必要性についての考え方も整理をして明記をさせていただいております。いただいたものは電子メールが多ございますが、郵送ファックス等でいただいたものもございました。最終的にこの期間にお寄せをいただきましたご意見3155通ございました。指針の改定内容に直接もちろん関係のあるものが多ございますが、それに無関係なもの等もございましたが、それも含めて3155通という数字でございます。一件の中に様々なご意見をたくさん入れていただいたコメントが多くございましたので、単純に件数でどういうものがいくつというような分析が難しゅうございましたけれども、多くいただいたものにつきましては今回設定をいたしました OIL の基準の水準が非常に高いといったようなご意見、あるいは UPZ、PAZ の範囲が狭すぎるといったようなご意見、それから緊急事態区分の段階でもっと早く避難を開始すべきであるといったご意見、それから先ほど申し上げましたパブリックコメントの期間が短すぎるということ、あるいは住民へのヒアリング、あるいは説明会といったものを事前に開いてほしいというものが、ある意味こうセットのような形で数多くいただいたものが多くございました。これが半数近くにも及ぶような形で同様のものをいただいてございます。それ以外のものも含めまして、ある程度カテゴライズをした形でご意見にいただいたご意見に対する考え方を3ポツ以降で概略を示しをしてございますが、詳細は3ページ以降の別紙と書かれた部分で実際にいただいたものの項目のリスト、あるいはそれに対する我々の考え方というのを示してございます。まず1ページ目の下3分の1、今回の改定に関連した記述につきまして、放射性物質や放射線の放出の形態といった、基本的な事項にかかるもの、あるいは緊急事態の初期対応段階における防護措置の考え方や緊急時モニタリング、被爆医療、こういった分野において用語の使用が例えば不正確である、あるいは表現や趣旨が不明瞭であるといったような技術的なご指摘も多くいただいております。用語そのものの表現が適切でないものというようなことの修正例とか、下にちょっと小さな文字で書いてございますけれども、言葉の意味内容の範囲、あるいは表現の仕方が適切でないといったようなご意見も頂戴しました。こういったものは精査をいたしまして、例えば資料の 6-2 の方をちょっとご覧いただければと思いますが、今日お示ししている指針の改定案、例えば4ページお開きをいただきますと、物質の名前が書いてある部分、あるいは放射性物質や放射性炎の放出といったような表現がある部分、こういった基本的なことがきちんと整合性を持って表されるようにというようなご意見も頂戴をして、その部分を下線部が引いてございますけれども修正をしてございます。それから、例えば緊急事態区分の表記につきましても、分かりやすさ、あるいはより適切な表現になるようにということで10ページ目、からでございますが、かなり用語を修正をいたしまして適切な表現になるようにということで、表現を変えてございます。それから特に緊急被爆医療の関係につきましては23ページ目あたりからでございますけれども、医療の分野で使われている言葉との整合性でありますとか、そういった専門家にもきちんと意味内容が正しく伝わるような言葉の使い方をすべきであるというような ご意見もいただきまして、そのような部分も修正をさせていただいているものがございます。こういった軸、あるいは用語の使い方、表現の修正というものは指針の改定案の中に反映をさせていただいております。
資料の6の1の方に戻っていただきまして、2ページ目お開きいただきますと、2番目の丸がございます。今回、特に改定をした記述に関しまして、原子力災害対策重点区域を中心としました防護措置の実施の内容、さらにプルームを通過するときのそのための防護措置の考え方、こういったものがまだまだ十分に検討をされていないのではないかという点、あるいは緊急時の防護措置を講ずる際にその実際の手順のですね、具体化、あるいは内容の詳細化、あるいは実施主体の役割分担でありますとか、その主体の責任といったものが十分に明確化されていないのではないか、さらに詳細な記述が必要であるというようなご意見、あるいは被爆医療体制につきまして、それぞれの機関の役割の明確化、スクリーニングの方法や安定用素剤の配布、服用の方法の具体化、こういったものがさらに必要であるというご意見、それから緊急時モニタリングの実施方法、体制、こういったものをさらに詳細に記述する必要があるといったようなご意見、こういったものを多くいただいております。で、このエラーにつきましては、さらに指針を検討する中でまだ検討課題とさせていただいているものもございますし、国の各種のマニュアル、あるいは地域防災計画の中で、明らかにしていくべきものというようなものもございます。従いまして、こちらに後半に書かせていただいたように、国の防災基本計画、あるいは原子力災害対策マニュアルをこの指針に合わせて改定をする必要がございますので、その中でさらに具体的に明らかにできる事項もございますし、地方公共団体が作成する地域防災計画において、その手順や内容が具体化されるものもございますので、こういったものがしっかり明確化されるように、国としても自分の取り組み、あるいは地方公共団体の支援というようなものをやってまいりたいと思います。当然ながら指針の検討の課題としてまだ残っている事項につきましては、順次検討を進めて明らかにしていくという対応をさせていただくこととしております。このあたりの具体的な内容、あるいはその対応につきましては、本資料の15ページから23ページあたりを中心に、具体的な対応の方向について、記述をさせていただきました。それから3番目、緊急事態区分や緊急時活動レベル、あるいは運用上の介入レベル、こういったもの、それから、今回の改正そのものではありませんけれども、この運用と密接に関連します原子力災害対策重点区域の設定の目安、こういったものについても多くのご意見をいただきましたが、この指針にあります枠組みについては、この後ろにありますように当委員会の考え方をお示しする形で、ご理解を賜れればと思ってございます。別紙の方、3ページ以降ちょっとご覧をいただきたいと思いますけれども、例えば6ページ目でございます。緊急時活動レベル、緊急事態区分にかかるものとして、より早い段階で先ほどご紹介申し上げましたが、避難を活動を開始すべきではないかというようなことがございましたが、今回の枠組みにおきましても全面緊急事態という3段階目の緊急事態区分も、放射線の放出が起こる前の段階で、そもそも基本的に PAZ 内の住民等の方に避難を開始をしていただこう、さらにそれに時間のかかるような方々につきましては、その前の段階から避難を開始すると、例えばお子さんでありますとか、妊婦の方でありますとかいうような方は、より配慮をした避難開始をしようという考え方を盛り込んでございますので、そのような予防的な措置を、すでに構造として盛り込んでいるというような形で、ご説明をしておるところでございます。それから、それ以外に今度 OIL の設定の関係でございますけれども、ページで言いますと9ページ目をご覧をいただければと思います。避難のところでもご指摘がございますが、被爆の感受性の高いお子さんや妊婦さんなどに配慮した基準を考えるべきであるというようなご意見もありますが、そもそもの OIL の設定のベースには、IAEA の
考え方の中でも感受性の高い方々の部分も考慮したものとなっておりますが、それよりも私ども今回設定させていただいた水準というのは基準のレベルとしては低い値になってございます。先ほど申し上げた避難の観点等も含めてそういった配慮もさせていただいている旨を説明をさせていただいております。それからそもそもレベルが水準として高すぎるというようなご意見もございますけれども、9ページ目から10ページ目に避難の基準について書いてありますが、今回の福島第一原子力発電所の事故の教訓、経験を踏まえた形で、適切な水準になるように、さらに国際的に見ても、突出したような水準にはならないようにというようなことで、適切な水準を設定をさせていただいているという旨を説明をさせていただいております。こういったことをそれぞれのご意見に対してご説明をする形で以降説明を記述をさせていただきました。2ページ目に戻っていただきますと、ご意見の中にありました説明あるいは意見を聞くというようなこともございましたので、今後さらに地方公共団体はじめこの指針の関係者の方々に理解を深めていただくための説明会の実施あるいは我々の参画、それから補足的な参考資料の作成、こういったものを通じて理解を深めていただくような努力をしっかりとしてまいりたいと思います。この点につきましても26ページの方にも追記をさせていただいております。なおご意見の中に冒頭申し上げたように、例えば原子炉を全部廃炉にすべきであるといったような原子力政策そのものに関わるようなもの、あるいは事故の賠償責任や刑事罰にかかるもの、原子力規制委員会の人事そのものにかかるもの、それから別途検討されている新安全基準のあり方等、さまざまなこの指針とは直接に関係のないご意見も頂戴をしましたけれども、その点につきましてはこの指針の範囲では取り扱うことができませんので、そのようにさせていただいております。またいただいたもので新安全基準等にかかるものは別途担当の部署に開放するなどして参考にはしていただくようにしておりますし、期間の後にいただいたものにつきましても我々今後の検討の参考材料として、そのパブリックコメントということではございませんけれども、一般の方からいただいた意見として尊重をさせていただくように取り扱いたいと思っております。私からご説明は以上です。はい、ありがとうございました。それでは委員からのご意見、中村委員コメントございますか。まず最初にパブリックコメントをいただきまして、率直な印象としてはやはりまだ数値そのものが一人歩きをしているという印象は否めません。防護を目標としている値イコールその値がそのまま健康に影響を与えるような、書きぶりはともかくとして、そういう形で、明らかにこういったことに対してはある程度の説明とかあるいは解説書とかそういったような手当が必要であるということはよく感じ取られました。で、今金子課長からも言われましたけども、やはりまた私も最初から申し上げてますように、これは指針は防災の計画を作っていただくための材料でありまして、まずは計画を作っていただく、その計画を作っていただくときに必要となるようなものとしてこれを指針として出しているわけですから、時期的なもの期間的なものでご不満があるのは確かですけれども、まず計画を作って、その作る段階のところでどうしてもわからないといったようなものについてはやはりこちら側に投げていただいて、それに対しての答えあるいは説明会といったようなものをマンパワー的にかなり十分とは言えないかもしれないですけれども、丁寧に対応していく必要はあると思っています。それからこれは計画そのものがそれぞれの地域によってかなり違うということはよく分かっておりますので、
その計画を作る段階で、あるいは計画を作成していく途中でも結構ですけれども、その中でそこの地域の住民の方々の意見がよく取り入れられるように、あるいはそこの地域の住民の方々がよく理解ができるような形の計画ができるように、でここでいただいたパブリックコメントはそのままクエスチョンというか、そういう形で非常に重要な関心事ということでありますので、事務局の方にもお願いして、できるだけ、分かりやすい説明の仕方、特になぜこういう数値になったかというような説明の仕方、あるいは説明というのが必要だと思います。その値になった過程を、その数値が出てきた過程を丁寧に分かりやすく、その地域の住民の方々に分かっていただけるような説明の仕方が非常に重要です。ですからこれは誰が責任を持ってというわけではなく、事業者の方も、その地方自治体の方も、それから地域の方も、全員がその情報が共有できるような状態に持っていくことが、計画を作りそれを実行していく上の必須の条件ですので、このあたりを少し時間はかかるかもしれませんけれども、とにかく、実行して分かりやすく理解していただけるように、今後とも努力は続けていきたいと思いますし、行かせていただきたいと思っています。中村委員いいですか。ちょっとお静かに願います。あまりうるさいようでしたら、ご退出願いますよ。そういうことを聞く場ではありませんので、はい。まずその他の今中村委員からのご指摘がありましたけれども、事務局の方でもその努力をお願いしたい。はい、自治体等からも実際にご要請があるものもすでにございますので、そういったものに丁寧にできる限り対応していきたいと思っております。はい、もともとですね、私の考えですけれども、現実にはこういったその防災、災害対策が発動されるような事態を招いてはいけないと、そのための手立てを最大限整えるという、それが規制委員会の一番の使命です。でそれが大原則なんですが、その上で万が一ということをの対策として、この防災計画を作ると、地域の防災計画を作るということなんです。それで結局この指針というのはですね、一般的な指針ですから一般的なところでありまして、具体的には地域で防災計画を作っていただくということが最も肝というか肝心なことで、それでその計画を作って、その計画に基づいた訓練をやりながら、そのさらにその改善を図っていくという、その繰り返しをしていくということの、その考え方をぜひ堅持していただきたいと思うし、私はそういうふうに理解しています。で私もこれすごい量ですけれども、一通り見させていただきまして、やはりその先ほど中村委員もありましたけれども、いろいろその言葉、数値の意味とか言葉一つ一つについて、なかなかご理解が難しいところはあると思うんです。ですからそういうところについては、Q&A 方式にするのがいいのかどうか分かりませんけれども、そういった一つの説明資料というのを少しずつ作っていくということも必要ではないかと思っています。で最終的に大事なことは、やっぱり当該地域の住民の方が納得できるようなものを作っていくということですから、これは私たちだけの仕事ではなくて、先ほど中村さんがおっしゃったように、
やはり地域の自治体、それからその事業者、みんなが共通の課題として取り組む必要があるんだというふうに思っています。その他、委員長の発言に、ただいまプラント側の新基準の策定を進めているところでありますけれども、これはその炉心の重大な損傷を招くような事故を防ぐで、環境への放射性物質の放出に至るような事故を防ぐで、それがまあ第一義的だというお発言がありましたけれども、まあ、深層防護の考えに照らすと、それでもなお放射性物質が環境に放出されてしまった場合の対策をこういった、災害対策、防災に求めているところであって、で、今回、まあ、従来の防災、いわゆる防災指針は放出後に、放射性物質が放出されてしまってから、まあ、解析等々をやって、防護対策を取るというものに仕立てになっていたのが、今回はその放出前にプラントの状態に応じて、防護対策を打つと。で、基本的にその大きな考え方の変化があって、これはおおむね、受け入れられたものだと思っています。 EL の設定がまさしくその通りですから。ただ EL はプラントの特性や形式やそれから地域の特性、例えば防護対策を取るために必要な時間等々によっても変わるものなので、個々のプラントによって EL の設定は変わってきて、でもこの EL の設定はこれから今は減災法の10条15条を引っ張ってきている形になってきますけれども、これからは事業者、それから規制委員会、自治体がそれぞれきちんと連携を取って個々のプラントごとに EL を決めていくと。で、ここがこの災害対策がの有効性を決めるところになる非常に大きなポイントだと思います。それから一つ特に申し上げておきたいのは、特定原子力施設、福島第一原子力発電所、すでに事故を得てしまっているけれども、リスクは決して小さくなっていない。で、あのような事故に至ったプラントの状況をきちんと踏まえた EL の設定が福島第一原子力発電所に対して必要になるので、これは防災課だけではなくて 1F 室が連携をして、そして特定原子力施設監視評価検討会での議論も踏まえて関連して、福島第一については特に注意を払った EL の設定が必要だということを申し上げておきたいと思います。あの時は避難を調査しましたか。はい、他にございますか。まだ少しその EL のところの具体的な設定とか残ってますけれども、一応指針としてはこれを改定の第一弾としてまとめたいと思いますが、よろしいでしょうか。よろしいですか。はい、はい、ありがとうございました。それでは次の議題に移ります。少し静かにしてください。十分に配慮してます。静かにしてください。あまりうるさいようだったら出てってください。次の議題は福島第一原発事故による住民の健康管理のあり方に関する検討。健康管理のあり方に関する検討チームの議論の総括についてです。中村委員にお願いしていました検討チームで議論に総括されましたので、その報告をしてもらうとともに、その報告を受けて委員会としてどのような提言をしていくか審議したいと思います。説明は室井市監視情報課長から説明をお願いします。
はい、監視情報課長の室石でございます。それでは資料の 7-1、7-2 でございますが、まずすでに先週中村委員から口頭で、経緯等についてご説明がございました。資料としては今回用意しましたのは検討チームの議論総括と、県民健康管理調査等の現状と提言の方向性等の方向性案の2つになります。まず東京電力福島第一原子力発電所事故による住民の健康管理の在り方に関する検討チームにおける議論の総括についてご説明をいたします。2月19日に第5回のチームを開催いたしまして、議論の総括案を提示しました。その後事務局で最終案という形でチームの外部有識者の方にメールでお示し、案が取れたものとなっております。議論の総括には本日テーブル席のみの配布となっておりますが、チームで提出された資料についてはすべて参考資料別添という形で付けさせていただいております。資料 7-1 ですが、全体の構成としてははじめに、それから議論の総括本文、それから終わりに参考1、参考2となっております。このうち参考2が先ほど申し上げました別添のものでございます。この別添の参考2まで含めた全体でもって議論の総括というものを構成しております。これらについてはすべて規制委員会のホームページですでに公開されている内容となっております。それでは資料 7-1 についてですが、簡潔に内容をご説明いたします。まずページを開いていただきますと、はじめにというのがございます。1ページの下から8行目あたりの段落にありますように、非常に短期的な検討であることから、線量把握や被曝に直接関係する疾病把握に焦点を絞って議論が進められたと。また有識者メンバーからの意見としては、必ずしもヒアリングに対するコメントだけでなく対極的視点に基づいた提言も含まれており、本総括としては提示されたさまざまな意見として幅広く記載することとしたと。また外部有識者からさらに異なったご意見があった点も記載しておると。なおヒアリングの際に開示されたものについてはそのまま参考資料としているというところが、ポイントになろうかと思います。次に3ページ目でございますが、込み出しで健康管理の基本方針というふうにございます。ここが全体の概要のようなところになります。丸が5つございますが、1つ目の丸におきましては、健康管理というのは、端的に言えば科学的に行う必要があるということ。それから2つ目の丸については、現状の福島県民健康管理調査というのは、適切に行われていると評価しているということ。3つ目の丸については、今後とも線量把握を第一にしていくべきだということ。4つ目の丸では、健康管理調査の趣旨と、結果について、本人に説明されるべきこと、さらに長期にわたり継続されていくべきこと。5つ目の丸では、事故初期の内部被曝についてですが、すでに推計が行われていますが、可能な限りデータを収集し、引き続き検討していく必要があることなどとなっております。以上は概要でございまして、以降、各論でございますが、本日は時間もあまりございませんので、今回ですね、第5回のチーム後にチームの外部有識者からのご意見を踏まえて変更になりました点、チームの第5回目との変更点について、まずご説明をいたします。6ページ目ですね、6ページ目を開いていただきたいと思います。込み出しで継続的な内部被曝調査の4つ目の丸に、説明の際には単なる意義や結果の説明だけでなく、今後の食生活の改善にも触れることで一層効果的となるということを追加いたしております。次に8ページの3行目からでございますが、なお書きを追加いたしておりまして、先ほどの1ページの始めにの下から3行目からある外部有識者からさらに異なった意見があった点も記載しているというものに対応したものとして、このなお書きを1,2,3,4,5,6,7,7つ丸ございますけれども追加いたしました。次に9ページの終わりにでございますが、3行目の途中からですけれども、今後も引き続きその解明にあたる努力が必要である、このように科学的根拠が十分でない中にありながらということを挿入させていただきました。以上、議論の総括の簡単なご説明でございます。次に資料の 7-2 でございますが、県民健康管理調査等の現状と提言の方向性の案でございます。まず一番左に、現在行われている県民健康管理調査等について、簡単に書かせてございました。これは先ほどの議論総括の主として、環境省や福島県からいただいたヒアリング資料から、事務局で作成したものでございます。
まず大きく分けますと、内容として線量把握と健康状態の把握に分けることができるかと思います。線量の把握については、自己早期の外曝、長期的な外部被曝、自己早期の内部被曝、長期的な内部被曝と、4つに分けられると。また健康状態の把握については、甲状腺検査、健康審査、心の健康度調査、妊産婦調査に分けられるということで、それぞれ何を行っているか、その対象者が誰なのかということが分かるように記述をいたしました。これに対して真ん中のところに、先ほど説明した議論の総括の基本方針の部分を非常に簡単に書かせていただいておりますが、例えばその3番目の点にありますように、線量評価というのは極めて重要で、自己早期の内曝の推計を引き続き行う必要があるとかですね、あるいは県民健康管理調査というのは長期にわたって継続する必要があると、そういったご指摘があった点を書いております。で、議論の総括自体は先ほど説明いたしましたように、ヒアリングでさまざまな情報をいただいておりますし、異なる議論というのも記載するというような方針で、そうしたものすべてを材料にして、事務局の方で方向性の案というものを作らせていただきました。まずその自己早期の外部被曝にあたるところですけれども、方向性の案のところでは、個々の住民の被曝線量を把握することは基本的に重要ですと。できるだけ正確な個々人の被曝線量を推定していくのではないか、方向性ですので、のではないかという言い方にしておりますが、次に長期的な外部被曝線量についてですけれども、放射性セシウムの半減期が長いため、長期間曝露を受けることになる。ですから、個々人の被曝線量を継続的に実測し、その記録を残していくのではないか。それから自己早期の内部被曝線量ですが、自己早期の内部被曝線量の評価は非常に重要なので、さまざまな推測が現在も行われておりますが、引き続きそうした取り組みを進めていくのではないか。それから長期的な内部被曝ですけれども、これまでのフォールボディカウンターによる測定では、体内に摂取されたセシウムの内部被曝量は極めて微量であることが確認されておりますけれども、当面は現在のような測定を継続していくのではないか。それから甲状腺検査についてですが、甲状腺の超音波検査を継続し、必要に応じた診断、治療を実施していくのではないかということです。それから、健康審査、心の健康度調査、妊産婦に関する調査をまとめて、2つのポットにしておりますけれども、生活習慣の変化に伴う肥満傾向や血糖値上昇、高脂血症等、生活習慣病対策が重要であると。既存の取り組みを活用して、通常の予防対策をより充実していくのではないか。それから健康管理の結果の周知等、住民に対する放射線と健康についての知識の普及に取り組むのではないか。という点を挙げております。それから、必ずしもその左の方から直接は結びつきませんが、県民健康管理調査が長期にわたり継続する必要があるという議論の総括のところから、当然考えられることとして、国が責任を持って継続的な支援を行う必要があるのではないかということを、ちょっとはみ出しておりますけれども、書かせていただきました。今日本日委員の皆様からはこうした資料を材料として使っていただきまして、先ほど委員長おっしゃった提言というものに関するご意見を頂戴できればというふうに考えております。いただいたご意見に基づいて、来週の規制委員会で提言案というものを出させていただければというふうに考えております。以上でございます。まずはじめに私の方から申し上げますが、先ほど防災指針を議論させていただきましたけれども、最終段階に、防災指針の最終段階というか、防災の最終段階がこの健康管理であるというふうに私は認識しています。その意味で、その非常に不幸にしてこういう事態が起こったということについて、きちっとした健康管理ができないようでは、これは防災指針計画 の、 そのやっぱり抜けがあると、なんか後ろが閉まってないという感じがしますので、そういう位置づけで私どもとしてはこれはきちっとやはりしかるべき提言を行っていきたいというふうに考えているところです。では内容的なことも含めまして担当しました中村委員の方からコメントお願いします。3つポイントがあります。1つはですね、ここには総括というふうに書かせていただきましたけれども、実際にはいろいろなご意見、ご意見という括りではなく、現在の状況報告、現時点での要望、要請、それからもちろん
その有識者から専門的分野からのご意見といったようなものもいただきました。しかし実際にはですね、ほとんどが現在行われている健康管理のあるいは健康管理調査に対してのご批判がほとんどでした。で、それを裏返した形でご批判をそのまま受け止めて、それを裏返した形でこうするべきだというような意見の総括を書かせていただいた次第です。すなわちここにありますのは、そのべきだということではなく、さらにそれを裏返し元に戻って、今現在行われている健康管理あるいは健康管理調査の関係しているものそのものに突きつけられている批判だというふうに受け止めていただきたいと、まず1点思います。で、それを受けて今回提言書等を作成をするというふうになっています。それが先ほど室石課長から説明がありました総括と方向性です。で、総括は何度も申し上げてますように資料 7-1 全てが総括です。で、ここには今までの結果等も報告されています。で、この結果はやったことではなく、ある一定の結果といったようなものはもちろん科学的な論文とかあるいは科学的な証明をするには足りない母数、数あるいは足りない期限ではあります。正確な科学的な結論が出るにはまだ年数もあるいは例数も足りません。ですけれど、健康管理を行うあるいは調査を行うといったようなことで、これだけのことが少なくとも今現在分かっているということを踏まえてこの総括の中に入れ込めさせていただきました。それが第2点です。で、第3点は今委員長がおっしゃられましたように、こと事故が起こるとすでに2年経過をほとんどしてるんですけれども、それでもなおかつこういった健康管理ということで人々が心身ともに疲弊しきっている、こういうことをそれぞれの現在事業者があるいは自治体がこの疲弊している状態、提言を出さなければならない状態までになっているということを含めて防災指針の中に書き込むことで、この健康管理がいかに大変なものであるかということを認識していただきたいがために、ここにすべての意見、すべての要望、すべての批判を総括の中に書かせていただきました。その上で提言を作成していただきたいと思います。よろしくご検討のほどお願いいたします。はい、ありがとうございました。他にご意見ございませんか。はい、はい、大島委員お願いします。この7-2ですね、資料の 7-2 の一番右の欄の方向性案、一番下に国が責任を持って継続的な支援を行う必要があるのではないかというのを、一つ付け加えられているわけですが、この背景をちょっと説明していただきたいと思うんですよね。こういうまずポイントを入れると、そのなぜそれをその必要と感じているかという、その背景的な問題ですね。それからその裏には、国がその十分なことをやってないと、責任を持ってというインプリケーションが、あるんだろうと思うんですけどもね。そこら辺についてはちょっとどういう実態があるのかということを委員会としてもしっかりやっぱり理解して、どこまで何をどういうふうにこの点を言っていくのかというのは結構大事なポイントだろうと思いますので、ちょっと分かればその辺を説明してください。はい、
はい、監視情報課の室石でございます。ここに、まあ、はみ出しで書かせていただいた理由というのは、先ほども申し上げましたように、その県民健康管理者調査というのが非常に長期にわたって、継続していく必要があるということで、まあ、すでに県民健康管理調査に対して、国からの援助で、基金が集まれているという現状もございますが、そういった形で、実施されているものでございますけれども、実際はその議論の総括にもありますように、非常にその今、福島県の中で、医療の最前線に携わる人たちとか、あるいはその福島県立医大も含めて、人あるいはその組織的なものとして疲弊していらっしゃるということがチームのヒアリングでもいろんな方おっしゃっておられておりまして、それはまあ通常考えれば非常に分かりやすいことですけれども、普通であれば普通の体制で普通の業務をやっていらっしゃる、ところが今非常な緊急時の後の後始末というか、その健康管理ということをやるというのはある種通常の業務体制に加えてプラスアルファでやっていらっしゃるということは、従来揃えておられた体制なり人材というのは当然ながらだんだん疲弊してきて、それが立ち行かなくなるかもしれないということで、よそからの応援を非常に求めていらっしゃるということをいろいろおっしゃる方がたくさんいらっしゃいました。まあ、そういう意味でも、そのじゃあそれを誰が支援する立場にあるのかというふうに考えた場合には、やはり国ではないかということでございまして、まあ、長期的であるという点と、それから通常であればその通常レベルでその対応できるその現地の医療体制であるとか、そのいろんなその機関の持っている資材といったようなものが、まあ、当然のことながら事故が起こったことによって、不足しているといいますか、やりくりがなかなか大変なことになっていると、そういった現状を踏まえて、こういったものを書かせていただいたということでございます。私の方から言うと、この総括の最後に木田先生って福島県医師会の代表なんですが、ここに付け加わっていますのをずっと見ますと、やはりこの仕事をやっていく上ではぜひ国がやっぱり主体的にやってもらわなければならないと、それもう無理だという強い会議の中でも、会合の中でもそういうご意見が非常に強く申し、言っておられたというふうに私記憶しています。でそういう意味でやはりもともと国民も事業者の責任であることは間違いないんですが、かといって事業者が国民県民のそのこういったものについて責任を持てるわけでもないので、健康の問題、こういうことはやはり国が持つべきであるというところで、そういうご理解をしていくべきではないかということかなというふうに思います。で、福田委員どうぞ。今の大島委員のお尋ねにも関連するんですけれども、ちょっとこれ私が説明を聞き漏したのかもしれないですが、提言となっている以上は、これはその国がって書かれているけれども、その公表、規制委員会として公表するだけなのか、それともその誰か受け取る人はいるんですか、誰かのところへ出すんですか、これ。要するに受け止める人が責任を、そのこの提言を聞くっていうことになると思うんですけど、これはどういうことなんでしょう。はい、室井氏。まずそもそもまあこうした提言を行うという意義というか、そのなぜ行えるのかという話からでございますが、まあ、先ほど委員長からもその防災原子力災害対策審のことをおっしゃっていただいておりますが、もともとその原子力規制委員会というのは、まあ、原子力利用の安全確保について責任をそもそも持っているということでございますし、そうした立場からの提言を行うという意味と、それから、まあ、細かく言えば、その原子力災害対策特別措置法の6条の2に基づいて、原子力災害の事後対策の円滑な実施を確保するための指針、まあ、こういうのを全部含めて原子力災害対策指針というふうにそういう呼んでおりますが、それを定めるというふうになっているということでございますので、当然ながらその事後対策、東京電力福島第一原発の事故の事後対策の一つである健康管理について、まあ、災害対策指針の延長線上として提言を行っていくというのは我々の役目として当然あるべきものであろうということで考えております。で、これについては、まあ、ただ
提言ということ自体は、まあ、あの設置法にそういう提言できるというようなことが書いてあるものでは確かにないものでございますし、まあ、あの原子力利用の安全確保について責任を持っている立場からの提言であるとは認識しておりますのでますが、まあ、相手先というのは、まあ、ある意味政府全体になるのではないかというふうに考えております。まあ、省庁の中でどこが一番関係が深いかといえば、まあ、あのヒアリングにも呼びました環境省ではないかというふうに考えております。まあ、今後も、まあ、あの提言を出して以降についてどのように、まあ、世の中あの動いているかについては十分注視をしていきたいというふうには思っております。これはですね、あの、まあ、担当の委員であるとかあの規制庁の方で議論考えていただきたいと思うんですが、提言というからにはですね、あの規制委員会から例えば環境省とか、それは必ずしも環境省なのかどうか私は今の時点で、はっきりは理解をしてはいませんけれども、提言というからにはどこかが責任を持ってその提言を受け止めてくださいと言って初めて提言なので、まあ、ちょっと何を心配しているかというと、あの 国がって書いてしまうと私たちも国の機関の一部ですから、提言という形にならないんじゃないかというふうに思うので、少しかあの考えていただきたいと思います。はい、あの今の福田委員のご指摘、まあ、あの非常に ごもっともでございまして、この国が何を指すかということについては私ども実はあの内々検討をしております。それで、まあ、その点の調整現在あのしておる途中でございますので、その点ご理解いただければと思います。十分検討してまいりたいと考えております。はい、方針の今の点に関係するんですが、この提言の案文というのは例えば環境省と事務的にすり合わせをした上で出すものなんですか、それともそんなことをしないでこの委員会としてこの委員会が必要と考えることを、まあ、提言として出すと、どういうあの進め方になるんですかね。はい、委員会として、まあ、あの作成していただきますということですので、あのそうしたあの調整は行わないということでございます。はい、基本的に今までの議論とこの報告案をいただいて委員会として、提言というか勧告まではいかないと思いますが、提言をまとめると。で、私自身も提言でとどまっては意味がないわけで、その提言の中身が実行に移るようにどうするかということについてはもう少しあの検討していく必要があるというふうに思っています。はい、中村委員。あの確かに提言というのは強制力はないというのは分かっております。あの提言はですね、少なくともその国にとかっていうものももちろん大事なんですけれども、今現在行われているものがすでにもう健康管理としてあります。で、調査もあります。したがって、その提言というのはちょっと先ほどもあの総括のところでも申し上げましたけども、提言を受け止める方はこの実際に健康管理をやっているところ、そこに向けての発信だというふうに解釈していただいてもいいと思います。だから実際に今県が主体でやっているものもあります。それから市町村が主体でやっているものもあります。そこの一括した、例えばデータの管理とかいったようなものは今バラバラになっているので、そういうことも含めた形で国の責任の下でというような、おそらく書きぶりにはなりますけれども、宛先は実際に健康管理を行っている、今現在健康管理を行っているところ、調査を行っているところ、あるいはしたくてもできないところ、そういったところに向けても発信できるような提言を作成するというふうになってます。ですね、あの今、まあ、中村さんがおっしゃったことも一つなんですが、やはりこれまで の議論とか聞いてますと、やっぱりここには一生懸命やってるんだけれども、そのやはり住民の思ってる
気持ちに寄り添ったものになってないっていうところがやっぱり最大の課題だと思うんですね。だからそれは提言は各省に出すとかっていうどっかっていうこともありますけれども、一番上はやっぱり首相にまで持ち上がるぐらいのことをやっぱり考えた方がいいんではないかというふうに思っています。具体的にはやはり予算措置とかいろんなこういうことも必要になりますので、そういった意味での提言になればというふうに私は思っています。何かご意見ございませんですか。はい、もうご指摘の通り、提言でございますので、これは内閣全体に出すということになるんですけれども、まあ、先ほども私申しましたのはどこがこれを主として、対応を取るかというその辺の確定についてですね、よく検討してまいりたいというふうに考えております。はい、よろしくお願いします。では委員会としては来週目指して少しその案文の検討を進めたいと思いますので、また各委員にもご相談したいと思いますが、よろしくお願いします。中村委員が中心になると思います。よろしくお願いします。それではこの議題は一応これで終わります。今日はちょっと議題が多くてあれなんですが、次の議題が最後になりますが、次の議題は安全目標についてです。これも前回の委員会で私が申し上げたものですが、旧安全旧安全委員会での議論や海外での取り組みなど議論のたたき台になるような基礎資料を収集整理するよう規制庁にお願いしていましたので、まずその基礎資料の説明を山田技術基盤課長からお願いします。はい、資料 8-1 から 8-4 にかけてでございます。 8-1 と 8-2 が旧原子力安全委員会で取りまとめられました報告書でございますが、ポイントについては 8-3 にまとめております。それから 8-4 が海外の状況についてまとめでございますので、資料の 8-3 と 8-4 に基づきましてポイントだけご説明をさせていただきたいというふうに思います。まず資料の 8-3、 1ページ目お配りをいただきまして、我が国における安全目標の議論ということについてまとめてございます。平成15年に原子力安全委員会の専門部会において中間取りまとめがなされておりますが、原子力安全委員会の決定とはなっていないというのが現状でございます。で、資格の中一番最初のポスでございますけれども、安全目標の目的ということで、国の安全規制活動が原子力利用活動に対して求める危険性の抑制の程度を定量的に表すものというふうに位置づけられているところでございます。それから次のページでございます。安全目標をどう使うのかということについて、これも資格の中の1ポスのところに、一番最初のポスのところにございますが、規制活動の合理性、整合性といった各種規制活動の全体にわたる判断の参考として適用するということで、個別の施設に対する規制等、より踏み込んだ適用は安全目標適用の経験を積んだ段階で着手するのが適切と、こういうふうに位置づけられているところでございます。で、次のページ4ページ目で具体的な内容でございます。中身につきましては定性的目標案というものと定量的目標案と、この2つからなってございます。定性的目標案のにつきましては、下線にございます通り、公衆の日常生活に伴う健康リスクに優位には増加、リスクを優位には増加させない水準という書き方がしてございます。で、定量的な目標案といたしましては、施設の敷地境界付近の公衆の個人の平均急性死亡リスクは年あたり100万分の1程度を超えない、それから施設からある範囲の距離にある公衆の個人の平均死亡リスク、放射線被曝によって生じるがんの平均死亡リスクでございます。こちらについては年あたり100万分の1程度を超えないということになってございまして、5ページ目具体的な数字といたしまして、炉心損傷頻度として、10のマイナス4乗程度、指標1でございます。指標2として格納容器の格納喪失頻度ということで、こちら性能目標でございますけれども、こういった数字が定めらまとまっているという状況にございます。
続きまして、8-4で、海外の動向でございます。2ページ目に、米国における状況をまとめてございます。米国においては、原子力規制委員会 NRC の安全目標政策声明書というものが出されてございまして、ここで目的として、原子力発電所の運転に伴う公衆への放射線リスクの許容レベルを定める目標、どの程度安全であれば十分安全と言えるかということを確立をするということが目的とされてございます。続きまして3ページ目、米国には安全目標の構成でございますが、こちらも日本と同様に、定性的目標と定力的設計目標という2つの構成になってございます。で、定量的設計目標につきましては、1ポストとして合衆国民が一般にされている他の事故の急性死亡リスクの合計の 0.1% を超えるべきではない。それから2ポストの方、これはがんの死亡リスクでございます。その他のすべての原因によるがん死亡リスクの合計の 0.1% を超えるべきではないという、こういった水準が定められているところでございます。で、それに基づきますリスクの判断基準ということで、これは規制ガイドライン、レギュラトリーガイドというところに書かれているものでございますけれども、炉心の損傷頻度として10のマイナス4乗マイナーあたり、早期大規模放出頻度として10のマイナス5乗、こういったような数字、これまあ日本と同じということでございます。こういった数字が定められているということで、まとめられているということでございます。それから5ページ目、こちらの IAEA の方でございますが、IAEA におきましても、総合原子力安全目標、放射線防護目標、技術的安全目標といったものは定められてございます。技術的安全目標というところで定量的な数字がございます。具体的な数字といたしましては6ページ目でございますが、資格の中にございます重大な炉心損傷が発生する可能性が1炉年あたり1万分の1以下で、将来の原子力発電所においてはその10分の1ということで1炉年あたり10万分の1程度回らないと。それから大規模な放射能の放出の可能性はそのまた10分の1ということで、6ページの下にございますが、季節の原子力発電所については重大な炉心損傷は10のマイナス4乗、大規模放出頻度として10のマイナス5乗、将来炉についてはそれぞれその10分の1という数字が定まっているところでございます。それからその他の国ということでちょっと飛びまして恐縮ございますが、9ページ目をご覧いただければと思います。一応ちょっと一覧表の形でまとめてございますけれども、頻度を定めている国と、それから頻度に合わせて放出量を指標として定めている国、こういったようなものがあるというのが現状でございます。簡単でございます。資料の説明は以上とさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ちょっとその安全目標、私は安全達成目標かと思うんですが、これの意味となんかそれを加えるようなご意見等について、ちょっと福田委員の方からコメントいただけますか。昨年9月に原子力規制委員会の委員に就任した就任会見の時に、私はこの安全目標に関する議論をきちんと行っていきたいというふうに、申し述べました。で、その際にも申し上げましたけれども、安全目標というのは、言い換えれば残存リスクであって、さまざまな防護対策を施してもなおどれだけのリスクが残るかという議論なので、これは要するにこの安全目標に関する議論を、継続的に行っていくということは、そのいわゆる安全神話の復活を許さない、ゼロリスクといったような安全神話の復活を許さないためには、安全目標の議論を継続的にしていくことは非常に意味のあることだと思っています。で、ここで資料 8-1、8-2 という形で、旧組織である原子力安全委員会の時代に、定められたというか、提出された報告書が添付されています。で、特にこの 8-1 ですけれども、この時点で中間取りまとめと名はついているものの、非常にきちんとまとまった議論がなされていて、私はこの報告書というのは非常に優れた報告書だと思っています。ただしかしながら、これを委員会決定できなかった状況の方に、非常に問題があった、いわゆるこの非常に優れた報告書が整えられたにもかかわらず、委員会決定に至らずに、言葉は悪いですけど棚ざらしになっていて、我が国では安全目標案という形になっていたと。このことには非常に問題だと感じていますし、ただ安全目標のその
を定めることの意義であるとか、その定義についてはこの資料8の1に非常に正確に記されているので、これを踏まえることは非常に重要だと思っています。それから頻度といったような説明がありますが、東京電力福島第一原子力発電所事故が実際に起きているときにですね、頻度って言っても非常に虚しく響くだろうと思います。ただこの頻度とかリスクとかっていう概念は将来に対する概念なので、まあ、その数字として使うときにはこれはまあ仕方のないことなんですが、ただこの数字が一人歩きするというよりもその安全目標というのは、この今説明にもありましたけれども、規制が基準を定めたり事業者がリスク管理の活動を行うために、その参照するための指標であって、であるということがきちんと理解されるべきだろうと思います。でもう一つは事故は起きたけれども、この安全目標が間違っていたわけではないということを強調しておきたい。安全目標が間違ってたんではなくて、安全目標に向かったようなリスク管理がなされていなかったことに問題がある。ですのでこの資料8の1、8の2を踏まえて、安全目標、性能目標を定めていくことが、まあ、正しい方向だろうと思っています。ただ一つ考えなきゃいけないのは諸外国との比較についても説明がありましたけれども、ごくごくざっくり言って、原子力発電所の場合は、与えられる脅威の9割ぐらいを自然災害、地震とや津波やといったようなものが占めてますので、地震のない国と地震のある国で同じ安全目標を掲げた場合には、地震のある国の方が、まあ、ごくざっくり言って10倍近く厳しいんだということを認識しなきゃならないと思います。でもう一つはこの旧原子力安全委員会の報告書で性能目標は炉心損傷確率と格納容器損傷確率で頻度で示されています。 CDF、CFF というものですが、ただ今回東電事故のことを考えると頻度だけで表現するのがふさわしくないというのは、その被害の非常に大きな部分を環境汚染が占めていますので、放出量の制限する概念もその性能目標に含めていく必要があるだろうと思っています。でこれは安全目標というのは、まあ、すでにこの2つの報告書があって、あとはそのこの委員会の意思の問題ですので、これはその、まあ、達成目標というふうに委員長は言われましたけれども、委員会の意思でもって定めて、でその規制であるとか事業者のリスク管理がそれを参照して効率的に行われるようにしていくものだろうと思っています。ただ安全目標の議論には繰り返しになりますけれども、どのような対策を残して、もうなおリスクが残るんだということを、示すことになりますので、これは非常に重要な、まあ、一つの意思の表明だと考えています。以上です。はい、他にご意見、他の委員ご意見ございますか。今の副隊員のから の説明と提言、提案もありましたので、その辺も含めてご意見いただければと思いますが、まあ、今日はこの議論は前回申し上げましたように、今日だけで終わるのではなくて、少しこの場で少し率直な意見を交わしながらまとめていきたいと思っています。まあ、あともう1回か2回かそのぐらいに、どのようにまとまるかは分かりませんけれども、とにかく十分に議論を尽くしたいと思います。まずちょっとお聞きしたいんですけど、なぜその全原子力安全委員会ではこれが委員会決定できなかったんですかね。これは、まあ、聞いた話ではあるけれども、安全目標を示すということは、今先ほど申し上げたように、個々の発電所になり原子力施設にリスクが存在するんだということを示すことになりますので、それをに対する理解を得ようとすることに対してひるんだのだろうと思います。結局まあ、先ほど言われてましたけども、この目標を示してそれに向かってリスク管理をしていくというのか、その対応を取ると
いうそのプロセスが抜けを、まあ、悪く言えばそれをこう手抜きしたっていうか、そういうことになるんですか。そこまでは言う手抜きというかですね、この安全目標というのは実際その定性的な安全目標だと、その炉心損傷確率であるとか格納容器損傷確率、だから格納容器が壊れてしまう頻度というような指標が出てきます。でこれを決定するということは、じゃあ今度は議論とすると、今度は個別のプラントどうなのかと。で日本の場合、今までこのプラントとこのプラントを比較してどっちが炉心損傷確率が高いとか、格納容器損傷頻度が高いとかっていう議論は全く、まあ、もちろんその研究機関の報告書等々、JNS の報告書等々には現れているものもありますけど、あまりその公で、議論してこなかった。ただこの安全目標の概念が入るということ、それから個別プラントのリスク評価を行うということは、まあ、数字の形で、どのプラントはこの値、このプラントはこの値という議論をすることになりますので、まあ、これに対する抵抗が各事業者やあるいは自治体に、あったんではないかと、これは私の個人的な推測ですけれども、があったんではないかと思います。ただこの安全目標の議論とは別に、FSAR というその総合的な安全文書を求めるという仕組みも新たな規制制度の中で導入 を、予定をしていて、この中では個別のプラントでのリスク評価を行って、それを届け出てもらって公表してもらう。でこれは言い換えれば、どの炉がリスク評価上はどういった数字であってというのを公表していくことになる。まさか一律、全国一律発電所が全部同じ値ですという報告書を出されて、それでそうですかというわけには決してなりませんので、 ですからその、言い換えれば安全目標をその委員会決定してというのは、リスク評価の値を、また個別のプランターを持っているリスクをつまびらかにしていくということにつながるの でこれが旧組織の下ではどうしてもそこにひるみがあったんであろうとは思います。ただ一方で、そういったリスク評価の結果と、それからこういった性能目標の結果を照らし合わせて丸とか×とかをつけるような性格のものでは決してありません。むしろ言われたように、これは達成目標に相当するものですので、そこを目指したリスク管理を考えていくためのものであります。以上です。はい、他にございませんか。もう一つ具体的な考え方の上で、今回の福島事故の反省を踏まえると、環境汚染が非常に深刻であったということで、まだ世界ではそれが取り入れられてはいないんですけど、私どもとしてはやはりその環境への放出っていうものをついての制限っていうか、そこのところをどの値にするかというのは、またこの次回ぐらいの議論したいと思いますけれども、そういう考え方についてご意見いかがでしょうか。中村さん、その防災とかいろんな環境さんという観点から、今更田委員がおっしゃってたこの資料8の1の中間取りまとめのところがあるんですけれども、ここでやはり、個々に見ていくと、やはり定性的目標案、まあ、これはおそらくフィロソフィーのようなものだと思うんですよね。ただこの定量的目標案ということになってくると、数値がやはりよく出てきて、その数値の根拠がやはりこの目標案というか取りまとめではよく見えない。でやはり今委員長もおっしゃられたように、安全目標をここで論じていくにあたって、もし定量的なもので何かを論じるのであれば、やはりそこを出てきたリスク、これ非常に難しい確率論のおそらくことになると思いますので、その数値の出し方、あるいは数値の意味、どこが出典であるかといったようなことで、当然これはだんだん確率といったようなものはどのデータを取ってくるかによって、今回福島の原発事故が起こったことによって相当これかなり変わってきています。だからリスク評価もですね、今環境への影響ということでリスク評価相当変わってきて今います、原発事故のですので、そういうことも踏まえた上でこれをこの取りまとめというか原子力安全委員会のここ出してくださったものを
一つの叩き台とするのは賛成なんですけれども、議論の過程でこれを丸のり飲み込みということに対してはいささかちょっと異論はあります。はい、はい、初めに申し上げたように、この環境汚染といった今回の教訓があるので、これに加えて安全目標を定めていく、また性能目標を定めていく、でもちろんこのそれぞれ この、安全目標の中間取りまとめにしても性能目標に関してもこの背景に関しては膨大な確率論的リスク評価の結果があります。で、これらも全て今リンクが貼られていますけれども、この検討経緯というのはホームページ上に載っています。で、安全目標といっても実際にその定性的なもの、定性各国の安全目標もそうですけれども、炉心損傷確率であるとか、核の容器損傷確率という形で示されていて、最終的に人に与えるリスクであるとか、そういった表現のされ方がされているわけではない、米国の安全目標のようなものはありますけれども、で、実際にそのプラントの方を考える場合にというのは、先ほど申し上げたような CDF、CFF というものを一つの参照値として、考えていくことになります。で、この基本的に安全目標や性能目標というものの持っている意味、意義に関しては、私はこの報告書非常によくできていると思っています。ただしこれを丸呑みにすると言っているのでは決してなくて、これに対して先ほど例えば環境汚染を踏まえるのであれば 総放出量、これはイギリスやフィンランドといった国はその性能目標の中に、200テラベクレルないし100テラベクレルという値を、示していて、これらは、ものすごく大雑把に言うとこの間の東電事故の大体100分の1に相当します。で、それだとすると大体その影響が長期間にわたって及ぶのはサイト内だけというような、そういった、非常に大雑把な議論をしてますけど、そういった目安になります。で、そういったものをある頻度の範囲内に対して、定めていくというのは、これは東電事故の反省を踏まえれば当然のことだろうと思っていますし、また具体的に言うと、そのフィルタードベントの要求のようなものを、格納容器を最終的に守るための手段というのは、大体フィルタードベントのフィルターというのは、1000分の1程度のにその放出量を減らすという性能を持っていますので、そういう意味ではこの各国のものを踏まえるのであるとすると100テラベクレルないし200テラベクレルといったような環境汚染を踏まえた値を、加えていくという検討は非常にふさわしいんだろうと考えています。はい、私の方からちょっと事務局長お願いなんですが、安全目標っていうのを達成するっていうか、安全目標に対するその規制の水準を評価していくときに、PRS とリスク評価、確率論的なリスク評価っていうのがあって、また先ほどもちょっとありましたように、FSAR っていうような形で全体的な安全解析をしていくというところがあると思うんですが、で、その、なんていうんですかね、それがこうぐるぐる回りながらね、安全のレベルを上げていくっていうのが本来の姿だと思うんですね。だからその辺のこうイメージ図みたいなのを一つ作っていただくと少し分かりやすいかなと思うんで、ぜひお願いしたいなと思うんですが、先ほど副隊員から、我が国の場合には外的事象、自然現象というか、そういったものが非常に大きいんだというお話がありましたけど、島崎委員から何かご意見ございますでしょうか。はい、数値というのは結構難しいと思っています。2つあってですね、1つはこれ1つの炉のことを多分書いてあるんだと思うけれども、多数の炉がある立地のサイトがあるっていう時は、これは一体どうなるのかという問題だとか、日本全国たくさんサイトがあるっていう問題があるということももう一つあって、そういう意味でのその確率、単に10のマイナス何乗っていう話だけではなくて、それ以外の今与えられている所要条件っていうのがある、その中でどう考えていくかっていう問題がありますので、例えば10のマイナス4乗って言っていても、それが10個あれば全体として見れば10のマイナス3乗になってしまう。10のマイナス3乗っていうのは、この間お話したその火災保険より
も高いぐらいの確率であって、そういう意味でその日本全体として見るのかとかですね、そういった観点もおそらく必要なので、単に数値をそのままいじってどうのこうのっていうんじゃなくて、もう少し慎重にそこら辺は考えていただかないといけないかと思っています。確かに地震あるいは津波、非常に外的地震としてしょっちゅう実際来るわけで、本当に100年だとか、まあ、そんなオーダーで来るわけですから、中にはとんでもないのが来るということも当然ありますので、そういったことも考慮して、なるべく安全目標を高く掲げられるようにしていきたいと思っています。大島委員はとあれですけど、国際的なデータも出てますけど、そういった観点から、まあ、一般的な意見ですけど、私も安全目標そのものの必要性というのはよくわかります。やっぱり、さっき受けた委員が言われたように、安全神話から、まあ、抜け出す、まあ、一つの証にこういう安全目標そのものを日本が発揮させるということがあるんだろうと思うんです、ね。まあ、そういう意味での意味というのは大変大事なものがあると思いますね。これはぜひやるべきだと思います。で、ただその定性目標にせよ、あるいは定量目標にせよですね、その原子炉施設、原子力施設のその物理的な意味でのその安全性もさることながら、まあ、事故に際して非常に、過去のチェルノブイリもそうでしょうし、スリーマイルもそうでしょうけども、そのマネジメントとか、それから実際の現場における事故対応ですね、手順とか、まあ、そういう非常にヒューマンな人間的な要素というのもこの安全のところに非常に大きな関わりを持つというのがこれまでの経験でも明らかですので、今度は福島の事故の場合にもそういうことであったわけなんで、そういうそのヒューマンファクターというんですかね、あれは、まあ、ソフト面の問題というんですか、マネジメントも含めてこの辺を安全目標のそのコンテクストでどういうふうに扱うのかという点も一つあるのかなと思うんですよね。ですから、まあ、そういうことも十分考慮しながら、しかしやはりきちっとした安全目標というのを定めていくということの必要性というのは私も強く感じております。はい、ありがとうございました。今非常に大事なヒューマンファクターのところが出ましたので、本来ですとその安全目標っていうのがある程度こう頭にあって、でそれをどういうふうに達成するかっていうのが、まあ、要するに基準とか指針とかそういうのが出てくると思うんですが、まあ、今は新安全基準、地震津波も含めまして、まあ、出てるわけですが、今私どもが提案しているそういうものと照らして何か抜けがないかとか、そういうところについてこういうことで大丈夫な、かなりこういうことを注意すべきかとかっていうのは、まあまた来週時間を取って議論したいと思いますので、事務局も含めて少し島崎と受けたい場合によってはその防災という点でも非常にこれは大事なことですので、人の影響とかっていう意味でそういう点も含めて少しお考えいただいて、また次回に譲りたいと思います。もう時間も少し過ぎましたので、今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。Thank you.